はい、皆さんこんにちは、ジョニーです。僕は今ですね、八田駅に来ております。これから私ね、もう関東の方へ帰らなきゃいけないんですよ。で、一つ疑問が生じまして、普通関東へ帰るんだったら、まあ、ここから名古屋行って新幹線で行けばいいんですけども、その時に発見する乗車券って、八田って一応名古屋市内の駅ですので、名古屋市内の切符から東京都内の切符を買えばいいわけですけれども、ちょっと一つ気になるのがありまして、新幹線の改札そのまま通って、八田から名古屋の乗車券をね、そのまま買って、そのまま新幹線の乗車券を改札通したら、その八田から名古屋の乗車券どうなるのかっていうのちょっと気になったので、ちょっとやってみようと思います。で、まずはね、これをね、八田から名古屋の乗車券を通しましょう。とりあえず名古屋に到着です。で、ここでね、新幹線に乗り換えましょうかね。はい、今回ですね、私ちょっと新横浜の方に降りるんですけれども、八田と名古屋の乗車券ちょっと見えにくいんですけど、これですね、八田名古屋、そしてこの名古屋市内と新横浜市内、八田も名古屋市内なんですけれどもまあそれはいいんですけれども、この2つの乗車券をね、この新幹線の乗り換え専用改札口に通せるかどうかをやつをやってみようと思います。まあ、これが成功した場合は結構190円は無駄になるとは思うんですけど、まあ実験ですからね、しょうがないです。あと地味にこれなんですけれども、駅ネットで発見した乗車券で、下に駅ネット発見って書いてるんですけれども、新田とか、新っていうのは東日本管轄なんですけれども、立っての他社管轄、 JR の他社管轄という意味なんですけれども、まあそれはどれもいいんですけど、まあそんな状況で JR 東海管轄の駅ネットの発見ができるようになりましたので、ちょっとやってみただけです。さて、改札を通してみますかね。さて、通せる、いけるでしょうか。エラーなるか。さて、改札を通してみますかね。さて、通せる、いけるでしょうか。エラーなるか。あ、いけましたね。はい。あ、改札通してしまいました。190円無駄です。はい、まあね、結果論といたしましては、まあね、全くの、ね、無駄遣いといいますか、無駄にお金払ったことになりますが、まあそれだけはやりたかっただけです。でも私はこれからもね、横浜の方へ行っちゃいますので、まあ、これにてね、動画ね、締めさせていただきます。すんごい短いですけどね、ただやりたかっただけです。ということで、ね、次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。この